アマチュアじゃないじゃん、だってもう今年休憩受けたでしょ。もうアマチュアじゃないですね。もうアマチュアじゃない。はい、どうも、ショータイムボールです。イエーイ。誰がプロなんですか。誰がプロなんですか。まあ、何を持ってプロかってところはありますけど、アマチュアではないよね。プロテスト受かった人は誰もいないですね。そうね、受けてないっていうのもあるけど、もう一回も受けたことない。でもアマチュアではないですよね。アマチュアではない。ゴルフのアマチュアかアマチュアじゃないかっていうのは、お金がもらえる立場なのか、もらっちゃいけない立場なのかっていうところで、はい、アマチュア資格があるとお金をもらってはいけないっていうルールなんで、まあ試合で賞金をもらってる以上、一応プロですかね。はい、そうですね。まあ、勝也はアマチュアですよね。勝也さんはアマチュアですね。高弘はアマチュア、まあ、それ以外はもうアマチュアじゃないです。プロではないのかな。もまあ、まあ、プロゴルフあって言っていいかどうかは微妙なところですけど、うん、そうだね。まあでもそれは別に、まあ、お金もらってるから ね、 そうね、賞金稼いでる部分もあるんで、少なからずご愛嬌で。ご愛嬌です、うん、はい。まあ語るなって言われたら別に語らないですけど、うん、でも別に語ったから誰かに迷惑かけてるわけではな い、 いう。そうだ ね、 本当ね、応援してくれる人もいるもんね。そういうことですね、はい、そういう人のためにも、まあ、一応プロとしての気持ちを持って頑張るっていうところに歓迎してもらいましょう、はい、翔太さん、来年のプロの試合に出ますか。まだ分かりません。出られたらいいですねとしか言えないです。はい、それはでもその出られる仕組み、アマチュアが出られる仕組みをちょっと教えてあげた。アマチュアじゃないじゃん、だってもう今年休憩受けたでしょ。もうアマチュアじゃないですね。もうアマチュアじゃない。じゃあ 今出られる仕組み、だから QT で、 QT っていうのがあって、ファイナル QT に残って、その上位何人か、上位30人、30人が来年のシーズン出られる。ファイナルはステージ4ですね。前半戦だよ。でもその QT 以外ではないの。ちょっと予選会は、予選会はある。毎試合の予選会はいろんなマンデーとか、うん、いろんな予選会はあるけど、うん、それに通らないと。でもすごい競争率高いから、うん、マンデーはね、マンデーはセカンド落ちだと出れない。出れない。あ、そうなんだ、うん、俺とショーツさんはない、うん、俺も多分出れない。ファイナリストじゃなきゃダメじゃない。いや、サードもギリギリ落ちるわ。あ、そう。じゃあ小生もしかしたらいけるかもね。小生はなんでは出てる、うん、なので僕らは出れないということです。そう、はい、じゃあもう来年の、今年か、今年の QT 頑張るしかないか。そう、まあ予選会だね。だから日本オープンとかオープン試合は結構予選会、地区予選からあるから、うん、だからそれは予選会通れば出れる。この去年、今年、去年か、去年のショーツさんの日本オープンみたいに予選会通れば出れる。また通りたいですね。そうだね、皆さん頑張ってください。プロのライセンスを取得しない理由は何ですか。取得しない理由は受けてないです。え、今年受けるの。結局受けろって言われてる。受けますね。 今まで受けてこなかった理由は、まあ、これね、あんまりちょっと難しいけど、男子の場合はちょっとこう資格を持ってることによるそのメリットって言ったらなんかちょっと違うんだけど、試合に出るのに必ずしも必要かって言われるとそうじゃないっていうのと、あとテストを受けるのにもすごいお金がかかるので、 QT と両方受けてしまうとかなりこう100万100万ぐらいだよね。そうですね、うん、だってもろもろ PGA は持ってて損はないんですけど、受けるのに持ってなくても今の活動ができるっていうところで受けてなかったっていう感じですね。取ったところで試合には出れないから。試合には出れない。日本プロだけだね。お金もかかるし、あんまり意味がないかなとっていうのが今までの。そうだね。ゴルフ場に所属するとかっていうんだったら必要ですね。そうだね。